あの日父は言った。戦争とは一人の人間のエゴと欲望で始まる、この世で最も醜くてそして必要なことだと。幼い僕にはなぜ父が突然そんなことを言い出したのか分からなかった。この美しく平和なザールでどうして父が戦争に対してそんな哲学的な意識を持っていたのか全く理解できなかったのだ。確かに父は変わり者だった。この自然と共に生きる村で父だけはまるで異心の人間のような文化的な発想を持っていた。風使いという特異な仕事もそれに輪をかけていたのかもしれない。僕には父のように風を扱う才能がなかった。風を使えなければガーディアンの仕事はできないので、成人したら村で働こうと思っていた。しかし父はそれを許さず、僕にずっと風の勉強を続けさせた。今思えば父は予感していたのだろうか。やがて僕が混沌の大地へと巻き込まれ、彼女と出会うこと、それは僕が父の跡継ぎとして風使いの命を受けたあの日。圧倒的な破壊力と僕の真実を乗せてあれがやってきた運命の日。少年でいられなくなったあの日。風の神エアが今巫女の体を貫かれた。偉大なる風使いムーグの息子ルーダを結界の番人たる新しき風使いとして認められたのだ。しかし風使いってのももう一つわけわかんねえよな。ああ、あの兄弟もこれから大変だぜ。そうだな。ま、あいつらに比べりゃ。Oh,
い男は手に武器を持て。お前が風使いのムームーか。見つけたぞ赤い目。まさか本当にいるとはな。私みたいな呪われた瞳がもう一人。おい、目を開け。目を開け。妹には、ハンサには手を出すな。こいつのことか。なんでそんなひどいことをするんだ。何が目的なんだ。一つは赤い目を生きて連れ帰ること。もう一つは風使いムーグの抹殺。父様を殺した。ザナーク閣下の指示により私が手にかけた。あとは赤い目、お前を連れ帰るだけだ。ふざけるな。村を壊して、みんなを殺して、父様を殺して、一体何の権利があるってんだ。赤い目は風の力のキーワード。もしその力が蘇るようなことになれば、この世は再び神々に支配され、文化が否定される時代となる。そうせぬために、いかなる手段を用いてでも赤い目を捕獲し、ゾロアースに連れ帰れ。そう閣下は言われた。公爵は終わりだ。貴様を連行する。
チェフ、赤い目を連れて行け。ボルク、聞こえるか。はい。村に残っている者に私のデッドラを回収して戻るように伝えろ。隊長はどうするんです。ズーエフをこちらによこせ。またやつですか。たまには俺が直々に。つまらんことを言ってないでさっさとしろ。ただでさえ時間はオーバーしている。隊長を回収してこい。貴様、何をした。我は風、我が名は風。この地に根付き深き眠りに落ちた風の神、愛しき女性アナスターシャの使徒と深き眠りについた神々のいた地。なるほど、ザナーク閣下の言葉はやはり真実だったわけだ。アナスターシャ、青き瞳の女神よ、私はお前をもう離しはしない。隊長、隊長、隊長の保護確認しました。ヒヤヒヤさせやがって。たくあの小娘、一回も抱いてねうちに死なれて止まるかよ。なんだ。アガハリか。失礼します。
赤い目は捕獲したか。失敗しました。たわけ者が小僧を一人捕らえられなかったのか。申し訳ございません。ことの重要性は分かっていたはずだ。よいか、風の力がよみがえれば我らの祖国はまた寒く暗い時代を迎えることになる。何世代もかけて築き上げたこの文化が再び無に帰る。赤い目はその恐ろしき力、復活の鍵なのだ。何としてでもそれだけは止めねばならぬ。わかるな？はい。今一度赤い目の捕獲に参れ、我が娘よ。父上。再度赤い目の捕獲に参ります。よし、行け。はっ。カッカ、一つお聞きしたいことがございます。なんだ。私の背中と同じあざの女、それとムーグという男、あいつらは一体何者なのです？Oh.
トロス。名前だよ。はい、ルーダです。ルーダか、変わった名前だな。北の方じゃ寸劇の悪役のことだ。俺は野作ってんだ、昆虫学者だ。それも世界一のだ。どうだ、綺麗だろ。あの、ここはどこなんです？ここか、俺の家だ。ミールの砂漠にある。ミールの砂漠、うん、右目だけ赤いんだな。珍しいですか？ちょっとな。でも虫とかにはよくいる。遺伝子の問題だ。あ、悪いこと聞いちまったか。え、いえ。しかし一体どうしたってんだ。俺が通りかかったからいいけどよ。盗賊か。身ぐるみ全部ひっぺがされてそのまま放っていかれたか。あんな森の中でぶっ倒れてて。村が、あいつらが来て、父様が、あんさが。それとムーグという男、あいつらは一体何者なのです？切ったのか？命令通りに、男の方は。そうか。なぜあの男だけは必ず切ってこいと？それも私のこの手で。教えたはずだ。大将、本当にこの砂漠に赤い目はいるんですか？いる。あいつは必ずいる。いつもの官能ってやつですか？そうだ。でも今回はいつも以上に強い。何かが、いつもと何かが違う。そりゃお前、ゾロアースの軍隊だ。ゾロアース？そうだ。昔は北の方の小さな国だったんだけどな、軍隊の偉いさんが新しくなってから急に軍事国家になりやがった。今ではその偉いさんが実質的なゾロアースの指導者らしい。父様、そいつらが父様を殺した。僕の父様を。赤ん坊の時捨てられていた僕を拾ってくれて、でも本当の子供のように育ててくれたんだ。そんな父様を。俺が一人でヨステ人みたいにこんな砂漠に住んでるのも、そんな奴らと顔を合わせたくないためだ。その上、あいつら南の虫を兵器に使ってやがるんだぞ。そういや、襲われたっていうお前の村なんてんだ？ザール。え？ザールって、あのザールか？はい。くそー、ザールまでも。
そう、あの辺りは特に変わった虫の化石が取れたのに、アミランやイマングス、イーシン、それにザール、いい化石の取れるところは全部あいつらにやられちまった。イーシン、そう、イーシンもだ。あそこはいっぱい取れたのに。イーシン、どうした。おい、おい、どうしたんだ。おい、どう、どうしたんだよ。何が？あいつらが。おお、やっとお目覚めになられたか、巫女殿。心配しましたぞ。なんせ丸一日も気を失っておられて。ルーダ、父様とルーダ。隊長、ここにはいません。そうか。あっちはイーシンか。え、もっと北の方ですか。離れすぎたな。少し弱いが、こっちの方角にあいつを感じる。イーシンへ向かう。なんでゾロアースの奴らがお前を追ってくるんだ。わかんない。でもあいつらはこの僕が必要だと言っていた。必要？どうして？それになんでイーシンへ行くんだよ。なぜイーシンに行かなければいけないんだ。なぜだ。イーシンの神殿だ。神殿？イーシンの。でもこんなところに一体何があるってんだ。ゾロアースの奴らめ、エアの心臓を壊しやがったな。ザールのと同じ像だ。ゾロアースの像だ。どうした？会えて嬉しいぞ。動くな。あまり手間をかけさせるな。くそ！アンサを、父様を返せ！ルーダ、エラン。
反訴。反訴。神の道？まさか本当にあるとは。アンサー、アンサー。ルーダ、生きてたのね。よかった、君も無事で。ここはイーシンの神殿だ。イーシン、なぜ私がここにいるの？6年間待っておって正解でした。この調子だと今晩中に赤い流れは採取し終わります。大きくなったな。隊長、まだいたんですか。今回の作戦もなんとか終わりましたね。あ、そうだ、捕まえた3人はどうなるんです。処刑だ。ん？ザナーク閣下の命令だ。あんなに生け捕りにしろって言ってたのに。たく、閣下のやることはわけわかんねえや。あの、隊長、あの、服ですよ、あの、靴も。なぜお前にとどめを刺さなかったのかわかるか。聞きたいことがある。なぜお前の背中にも同じあざがある。風を意味する古代ザール文字、ザールの巫女の証。その焼き印を持つ者は私以外この世に一人しかいないはず。父様が言っていた。赤ん坊の頃連れ去られ死んだエランという双子の姉妹が私にはいたと。おかしなことを言うな。私はゾロアースの軍人アガハリ、ザナーク閣下の娘だ。違う、あなたはエラン、ムーグの娘よ。明日の朝、お前たちは処刑される。ボルク。はい。私を抱きたいか。今なら好きにしていいぞ。いや、そういう気持ちはもうありありなんすけどね。あの、主義に反しますんで。いや、何の主義だって言われるとこれまた言い訳がましいんすけど、一応その男にはそれ相応のプライドってもんがあってですね。今さら何を悩んでいるんです。
あんたの本当の父親はザナークじゃなかったわけでしょ。自分に正直に生きてください。俺はそういうあんたについていきたいんだ。ゾロアース軍なんてどうだっていいさ。これよりザナーク閣下の命により処刑を開始する。なんだ今のは。なんだ。バルク、貴様。悪いが、この処刑は中止させてもらう。大丈夫。おい、どういうことなんだ。エランなのよ、ルーダ。この人はあのエランだったのよ。お前が、まさか、嘘だ。嘘じゃない、信じてルーダ。この人の背中にも私と同じ焼き印があるの。話をしている暇はない。このロンギヌスから脱出するぞ。脱出って俺たちを逃がしてくれるのか。そうだ、行くぞ。エラン、どうしたの。とっとと行け。来るんだ、アーサ。この爆発は夜のうちに仕掛けておいた。ルーダ、エランを置き去りにするの。私たちを助けてくれたのよ。着いたら走るぞ。うわ、何があったんだ。どうしたってんだ。さんの体調はどうするんだ。ここで落ち合う予定だ。お願い、エランを連れ戻して。乗るんだ、アンサ。くそ、爆発の感覚が早すぎる。仕方ねえ、出るぞ。早く乗れ。閣下、最後に一つだけお答えください。私は本当にあなたの娘なのですか。お前などわしの娘でも何でもないわ。髪の色、肌の色、瞳の色、どこがわしに似ているというのだ。切らせてもらいます。どこを狙っておる。
ここだ。ここを切らんか。自分の父親を殺したのだ。自分の父親をな。父親だと信じていたのだからな。人の人生を狂わすのは実に楽しいわい。もうお前は用済みだ。青い流れは採取したからな。青い流れ。そう、お前の人生を狂わせたものの一つだ。赤い目と、そんな、ではこのゾロアースは風の力が復活してしまうようなことになれば我々は一体うろたえる。
鋼針はナッテルを一気奪い東の方角へと向かっている。直ちに追撃隊を向かわせる。赤い目と鋼針を逃がすな。はっ。手段は選ばぬ。殺しても構わん。うまくコントロールできねえ。大丈夫か。このナッテルに5人は重すぎるんだ。これじゃ追っ手が来た時振り切れるかどうか分かったもんじゃねえ。一体何のために生きてきたんだ。あのゾロアースでジョナーク閣下の娘として閣下の言葉を信じ、そしてそれが良かれと思い、ゾロアースの繁栄がこの世のすべての民の幸せにつながると信じ、でも私は男の娘ではなかった。私は利用されていただけ。何を言ってるの。あなたは私たちの兄弟じゃない。私の双子の姉妹のエランじゃない。そんなことはもう忘れて、これからは私たちの村ザールで暮らしましょう。村はめちゃくちゃになったけど、残った村の人たちと力を合わせればなんとかなるわ。神官様たちも無事だったし。やめろアンサ。村をめちゃくちゃにしたのはこいつだぞ。こいつは僕たちの村を襲い、何の罪もない人たちを何人も殺し、そんなやつ僕は決して許したりなんかしない。ルーダ、それじゃなぜ助けた。そんな私をなぜ助けた。全然わけが分かんない。いろいろありすぎて何が何だか。村をめちゃくちゃにした張本人だぞ。ああそうだ、僕はお前が憎い。今すぐにでも殺したいよ。じゃあ殺せ。今ここですぐにでも殺せばいい。そんなのできるわけないだろう。だってお前はエランなんだろう。ああなんだ。出た。このクソ。奴ら俺たちを殺す気だ。何？ハサ、大丈夫か？平気よ。くそ。操縦桿が動かねえ。尾翼を掴んでる。Yes, sir!
します、閣下。報告、逃亡中のナッテル捕獲。第一小隊副官ボルク、ザール村のミコ、それと男を一人、計三人捕まえました。三人、どういうことだ。はっ、それがどうもデッドラとの戦闘で、赤い目とアガハリ様はナッテルから放り出されたようで、付近は捜索したのですが何も見つからず、状況から判断するとおそらく生きている。え、二人の念を強く感じるとゾロザッハ様が言われている。ゾロザッハ様が。このままでは奴らが風の力を復活させると言っておられる。何としてでも二人を捕獲し抹殺せねばならん。我らゾロアースの未来のために。二人の捜索は引き続き行い、その間ロンギネスはザールへと向かう。ザールへ。なんだ。ロンギヌスが動き出した。動き出したってこの要塞がか。ああ、ロンギヌスが動き出したってことは相当でかい作戦が始まるな。作戦って？さーてね、俺みたいな下っ端には何にもわかんねえよ。その上今じゃ軍を裏切ってお前らと同じ囚われの身だしな。おっと、あんまり気にすんなって。俺が好きでやったことだから。こんな軍もう飽きちゃったしな。それになんていうか、俺隊長のこと女として割と気に入ってるしな。あ、おっと、隊長には内緒だぜ。え、無事かしら、ルーダとエラン。海の上とはいえひどい嵐だったからな。大丈夫さ、隊長はあんなことじゃくたばったりしねえ。お前はその手に自分の父親を殺したのだ。体、大丈夫か？ここはどこだ？どこなんだろう。気がついたらここに流れ着いてた。少し周りを見てきたけど、ほとんど岩ばかりだった。なんとか2匹だけ取れた。じゃあゾロアースは風の力に復活されるとまずいわけだ。ああ、しかしその巨大な手が本当に風の力ってやつなのか。よくはわからねえ。
けど俺が軍に入った時、風の力はとても邪悪なものと教えられた。邪悪なものか。太陽が昇る時、いでて没する月が輝き、風が力を振りかざす。風は力、夜の闇は愚か者、愚か者に真実は辛すぎる。風の力は真実の力。ザールの村で成人の儀式で使われる経典の一部なの。ザールでは昔から風の力は真実の力と伝えられてるわ。そして代々風使いを受け継ぐ男子のみがその風の力を見ることができると言われているの。わからん。ゾロアースでは邪悪なもの、ザールでは真実の力、意味としては全く正反対だな。それに太陽が昇るとき、いでて没する月が輝くってどういうことなんだ？アンサたち、うまく逃げ延びたんだろうか。どうした？食べないのか？気を失ってる間に仇を討つことはできたんだぞ。それは考えた。でも僕にはできなかった。だって君は僕が空に放り出された時助けようとしてくれた。それはお互い様だ。どうやら島らしいな。なんていう島かわかるか？わからん。こんな小さな島、ゾロアースの地図にも載ってない。そっか。教えてくれ。父様がお前の本当の父親だと知っていたのか？いや、私はずっとあの男のザナークの娘だということに何の疑問も抱かなかった。お前たちの村に攻めてあのアザの女に会うまではな。アンサのことか？ああ、まさかこの私に双子の姉妹がいたな。その上ザールの風使いのムーグが私の本当の父親だったなんて、それを、自分の本当の父親を、私はこの手で。どうした？何だろう。待ってる。
じゃ危険だ。下に行くぞ。こっちに来る。体を起こすな。標的になるぞ。止まったみたいだな。おい、もしかして眠らなかったのか。ルーダたちのことが気がかりなのはわかるが、眠れるときは眠っておかないと。こいつは見ろ、眠れるときにはたっぷりと寝だめしている。とっくに起きてるぜ。そうか、こんなところにずっといると体がなまっちまうぜ。しかし一体
どこに来たんだろうな。さあな。ルーダ、エラン。よし、ロンギヌス安定完了。それで一体何だったのだ、最上部での先ほどの光は。はっ、それが科学班にもよくわからないとのことです。わからない？なぜ？どの観測装置にも反応がなかったそうなのです。反応がない？どういうことだ？それから何だ。まだはっきりとしたことではないのですが、あの光が消えた直後からザナーク閣下がロンギヌスのどこにもおられないのです。ザナーク閣下がいない？どうした？来る、ルーダとエランがやってくる。何しようってんだ。隊長が来るってのにこんなとこにいられっかよ。よっしゃ、ぼーっと見てねえで手貸せ。おっさん、おっさん、これでもお前とはあまり年変わらないんだ。はいはい、よっしゃ。来やがれこの野郎。やったぞ！やった、いいけど早く降りろって。いいぞ。何してんだ。やっぱこれがないとな。これ、男なら銃の一つや二つ扱えねえでどうする。行くぞ。 おい、一体どうしたってんだ。えらく騒々しいな。そちらにおられたか。いや、くそ、閣下がおられなければ俺たちはどうすれば。それよりもっとよく探すんだ。なるほどね、そういうことか。閣下がいないってどういうことだ。さあね、しかし今の俺たちにとっちゃ好都合だ。どうした、大丈夫か。え、なんでもない。あ、そうか。とにかくロンギヌスを抜け出すんだ。頑張れ。何、ルーダとエランと。それとは違う、この異様な不快感。この前みたいに飛行機盗むか。いや、また派手に脱出すると前のようになりかねない。とりあえず一番下まで行くんだ。一番下、どうして。確か非常用の降下パラシュートとかあったはずだ。そっちはどうだ。ダメだ、ロックされてる。これじゃパラシュート使えんぞ。これもダメだ。おっさん、さっき渡した銃を使わねえか。くそ、ワンプのやつら変なとこだけしっかりしてやがる。ロンギヌスがこんなに降りてるなんて、まさか。ダメ、全部開かない。なぜ今さら。おい、これ動かないぞ。横のセーフティーを外すんだよ。セーフティー、セーフティーはこれかな。なんだお前ら。うわあ、おっさん。大丈夫か。ああ、たく何のために銃を渡したと思ってんだよ。
すまん。仕方ねえ、飛び降りるぞ。飛び降りるってパラシュートもないのに。すぐ下が森だ、なんとかならん。いいか、手を離すなよ。はい。くそ、こうなったらどうにでもなれ。行くぞ。ボルクさん。平気平気。おっさん無事か。あー、なんとかな。なんだ。まだ走れるか。チキショー、危ねえ。ボルクさん大丈夫か。大したことはねえ、こんなの怪我のうちに入んねえよ。いいか、俺はもう走るのはきつい。お前らだけでも先に行け。そんな、そんなことできない。あなたも一緒に。だって隊長にエランに会うんでしょ。心配すんな、奴らを片付けたら俺も後から行く。おい、なんだこの子。アンサを頼んだぞ、おっさん。おっさんじゃないって言ってんだろ。いや、悪かったな、おっさん。何してんだ、奴らすぐに来るぞ。教えて、なぜ私を助けてくれたの。さてね、よくわかんねえ。行け、アンサ。なんでだろう。やっぱり隊長にアガハリにそっくりだったからかな。ルーダ、エラン、しっかりして、ルーダ、エラン。ハーザ、よかった、二人とも無事で。ここはザールだ。なんだって。なぜ私たちがここに。それを聞きたいのはこっちだ。そういえば、どこかの小島に流れ着いて、それからゾロアースに見つかり、もうダメだと思った時、岩の中からエアの心臓が現れて。小島にエアの心臓。そうだ、ルーダ、肩は。え、治ってる。ボルクは、ボルクはどうしたんだ。あの人は私たちを逃がすために。あれはザナーク。そうだ、そのザナークってやつがあの要塞からいなくなっちまったらしいぞ。バカな、決してロンギヌスを離れないあの男が。Thank you.
行かなければ神殿に。あいつを止めなくちゃ。ひれ伏す時が来たのだ。どうした憎いか。もう一つ面白いことを教えてやろう。16年前イーシンの町で一人の男が殺された。まだ赤ん坊だった赤い目をこのわしに渡そうとしなかったからだ。そう、お前の実の父親を殺したのもこのわしだ。私に逆らえると思っているのか。まだ死んでおらんようだな。ならば素晴らしいものを見せてやろう。力の数だ。
それこそ真実の風の力。わしこそがこの世の絶対の支配者。青い目が。そうか、よく考えてみりゃ分かることだ。アンサとエランは双子の姉妹。そのもう一人にも青い目があってもおかしくない。なぜだ、なぜ青い目がもう一人。太陽が昇るとき、いでて没する月が輝く。それに小島に隠されていたエアの像。青い目は二つあり、その一つは封印されていたんだ。なんだ、これは一体なんだ。Thank you.
本当に風の力を復活させるにはお前さんの赤い目とアンサエランの二つの青い目が必要だったんだな。おお、どうしたんだい野作。いや、これでお前たちも仲良く暮らしていけるな。それは今でもここにある。神々しく強く優しく僕らを見下ろしている。あれから野作はザールに落ち着き、相変わらず虫の研究を続けている。一体どういう研究なのやら。アンサはその野作の研究室で彼を手伝っているみたいだ。二十歳になったアンサはとても美しくなり、村の男たちが目の色を変えているらしい。今年も作物がよく実り、大豊作となった。また忙しくなりそうだ。そして僕のそばには彼女がいる。そう、あの運命の日々を過ぎてもそれはここにあり、僕らを見下ろしている。神々しく強く、そして優しく。